茨城オンラインスタディー中学校3年生理科3アルカリトイオン3時間目水溶液の性質はどのように調べればよいのでしょうかリトマッシ p BTB 液フェノールフタレン液 これらの指示薬を使えば、酸性・中性・アルカリ性を調べることができます。例えば、リトマス紙にはリトマスという青色の色素が染み込んでいます。リトマスは酸性の水溶液中の水素イオンに反応して、赤色に変化する性質があるため、 水溶液の性質を調べることができます動画を止め指示薬の色の変化について教科書181ページを参考にしながら表にまとめてみましょう。 正しくまとめることはできましたかでは、酸性やアルカリ性の強さはどのように表すことができるでしょうか酸性やアルカリ性の強さは pH とという数値でで表すすことができます pH は7が中性で7より小さい時は酸性7より大きい時はアルカリ性ですまた値が小さいほど酸性が強く大きいほどアルカリ性が強いです pH は水溶液中に含まれる水素イオンの割合から求められる数値で水素イオンを多く含むほど pH は小さくなります。動画を止め身の回りのものの pH を教科書181ページを参考にしながら数直線上に表してみましょう。 果物や野菜などでも指示薬を作ることができます。教科書302ページを参考にして、身の回りのものの pH もぜひ調べてみてくださいね。